センター英語。どうも、篠原です。今回はセンター試験2020年の英語について話したいと思います。まあ好評ですね。まず予想の平均なんですが、まあいろんな予備校とかのそういう好評みたいなの見てて、まあ例年並みか例年よりちょいむずぐらいかなと思います。まあ俺はちょっと去年よりはむずいかなと思いました。で、まあ一応多分平均点は115点プラスマイナス10点、まあ多分130は超えないかなとか、それぐらいなんじゃないかなと思います。まあ例年よりちょっと難しめかなというところですね。で、多分まあこの動画見てる人、高3生というか受験生はね、まあ多分この平均点のこの感じを見て、まあ例年並みかと思っといてもらったらいいです。で、高2生以下ですね。じゃあ共通テストどうなるかって話をします。今回ですね、まあ、篠原の予想的中というところで、まあ、やっぱり、去年までとあんまり変わらなかったですね。ただし、まあ、もう明らかにですね、もう資料読み解きをさせるような問題が増えてきてます。だから、まあ、表を読み取れたとか、グラフ読み取れたとか、あとはまあ、そのデータとか広告とかね、そういうのを読み取ってくださいというところから、やってる問題が増えてるんで、もうこれも明らかに英語力というよりも、まあ、読解力ですね。読解力、まあ日本語で書いてあっても同じように読み取れるかどうかがちょっと怪しいので、まあ読解力重視の出題になってきてるかなと思います。あと2つ目のポイントとして文法問題ですね。で、篠原は今年の場合、まあ発音アクセントと文法を変えてこないだろうと、おそらく去年通り、発音アクセント文法を出してくるだろうと予想しました。で、現に出してきました。で、来年から共通テストになって、まあこれまでの思考テストとかだと文法問題がないので、まあ文法はもう出ないですというような評価を下すところが多いんですが、俺は逆を張ります。文法問題、ゴリゴリの文法問題は出ないと思うけど、長文の中での実際の文法事項を問う出題は多分出ます。というのも、もし、この国の教育委員会及び文部科学省はですね、まあその文法的な能力をもう気にしませんということであれば、今年からもうなくなってるはずです。というのも、来年から共通テストなんで、来年どんな感じになるのかを見るために、長文1個増やして文法問題ゼロにするはずなんですが、発音アクセントとともに文法問題残したということは、多分、長文問題の形をした文法問題、文法的な知識がないと解けない問題が多分出ます。だから、この動画を見てる高2生は、英文法もやらなくていいや、じゃなくて、きっちり文法もこなした上で、より速読力及び、まあ、読解力ですね。これを鍛えていくべきだと思います。はい。なのでね、まあ、正直ね、その来年から文法の知識いらないみたいなことを言う先生がもしいたとしたら、それはね、ちょっと信用するべきかどうか疑わしいというところですね。というのも、やっぱね、文法が分かってないと長文って読めないんですよ。どんだけ単語力つけても、どんだけ早く読めても、どう読み解くかが分からないと、それは読めないんですよね。読めたとしても雰囲気で読んでるに過ぎないんで、まあ文法問題も出ないですよ、やらなくていいですよっていうことを言う先生はちょっとね、俺はどうかなと思うよ。はい、っていうことでした。まあ一応ね、俺の塾生で、高2生の塾生が、170点かな ?180 点かな、まあ、それぐらい取ってくれてるんで、まあ、バリクソむずいということはなかったです。正直言って。俺も見て、まあ、まあ、めっちゃむずいってことはなかったかなと思うんだけど、まあ、ちょっと去年よりはむずいんじゃないかなと思いました。俺個人は。なので、まあ、このぐらいの感じかなと思います。もしね、この動画を見てる高3生でもうやばそうだと、あるいは高2生で来年に向けて頑張ろうっていう人がいたらですね、まあ、篠原の電話相談とかやってるんでよかったら、まあ、申し込んでください。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。